いや、そんな、バカな。これは一体、ここはあの世とこの世の境。つまりな、その教授はその死にかけて。ピンポーン。サブロ、てっちゃんは？あいつ何してんねや、お前。東京出発したはずやのにな、ナムナでも遅すぎるよな。親子揃って仕方やな、ほんま。まあ、しゃあないって。とにかく、てっちゃん帰ってこんでも、おちゃんちゃんと見送ったらなかんよ。ここの飼い主さんなんです。男も心に男が惚れてってな具合で、いっぺんに好きになってしまいましてね。おお、お前ら母さんどこ？ほら、お前らなんやねん。なんやねん、せやら母さんどこ？あそこか、あ、行くね。あ、何言うと思うよ。なんやねんな、俺らすぐ店戻らなあかんねやから。なんだろ、今すぐ戻れよ。何怒っつー、てっちゃん、ちゃんと連絡したやないか。オッケー、お前どこ行っとったや。おっちゃん、あのことずっと待っててんぞ。てっちゃん、婚約者、ミスコさんの婚約者やろ。ちょっとちゃうの。まあそうなんやけど。アメリカ人、アメリカ人ちゃう。母関西弁喋ってる母方が。へえ、その川さんの頑張り次第でうちらが昇級できて、それで昇級できたらな、ご褒美でハワイ、ハワイに行けるんやで。ハワイ、ワイキキ。ハワイはハワイでも鳥取のハワイ温泉やけどな。ハワイ温泉、ここ。スケッチポエム、待ち合わせ。待ち合わせ場所は面白い。人生の縮図がそこにある。遠藤さん花せって。もうせやからちゃんと言うてるやろ、あかんて。なんでやねん。てっちゃん、もっぺん考え直してくれ。あかん、俺は絶対に戻れ。ああ、バイバイ。あいつらや。気持ちいい。まあ、マイド。バイバイ。今日もポカポカいわけやな。ビール。何しに来たんや。何しに来たって、俺の常連客やんか。ああ、お前ら常連ちゃうかな。あのこんにちは。この匂いいいね。このカビ臭い吸えた匂いこそ生命力の表れだ。皆さんのお店も入っていただきますから。誰が入るかい、そんなとこは。それは、すでにここの哲也さんとは立ち退くことで合意が取れています。そういうね、立ち退く。はい、正式な書類はこれからですけど。おい、哲也、それほんまか。てっちゃん、ほんまか。すまん。世界が大阪モデルの生活に一新されるのです。どうです、素晴らしいでしょう。素晴らしいって、ここを潰してですか。そう、だってここ半分潰れてるじゃない。何やって。なんせや、寄せ書き書いてもらおう。寄せ書き、ああ、スティック書に書いてもらうやつか。ちょ、名前とか書いてもらうや。お願いします、お願いしますって。署名だね、立ち退き反対の署名活動だ。あ、それや、それです。よっしゃ、わしらも署名集めだな。おっしゃ、ほんとだ、行くぞ。任されてへんわ。みっちゃんこそ何やねん。あんなやつで婚約したんやて。小池の社員やないか。それがないやねんだ。しゃあないやんか。そうなってしもたんやから。そうやろ、俺も同じや。そうなってしもたんや。めっちゃアホ。では、お邪魔いたしました。お邪魔いたしました。畜生、これが俺らが一体何してるって言うね。くそー、人気中、この商店街どうなってしまうんかな。ああ、てっちゃん、サブロー。けど、そん
天満商店街が今駅前再開発で潰されそうになってるんです。皆さんどうか助けてください。私の大好きな大好きな天満商店街残してください。お願いします。ほんまにほんまにお願いします。やっぱりこの駅前再開発間違ってました。何？いちいち左遷される覚えはありません。邪魔になってる？それはあかんな。あれ？俺らで動かしたらなあかんのちゃうかな。あんだな。行くぞ。俺と一緒に東京来てくれ。東京に？東京に。うち東京へは行かれへん。大阪の女やさかいな。みっちゃん店はどないすんの？畳む。せやけど俺ほとんど思い出はこの胸にちゃんとしまってある。仁吉、俺東京で勝負するわ。東京で骨うずめる。もうここには戻らん。せやけど俺お前らのことみんなのこと、みっちゃんのこと、絶対に忘れへんからな。みんな大きに。よっしゃ、ほな行くで。よっしゃもう。レンチマヒョ。チョンチョン。もう一つせ。チョンチョン。イオーテさんの。チョチョンガチョン。見慣れた街の明かり。なかなか売れなかったけど。だからあの雪のリストにまだ入ってなかったの。
教授、教授のことならきっと頼りにしてくれる人まだおるさかい。それまで引き合ってきいや。わしな、そん時来たらね、また迎えに来るよってな。ほな、バイナナ。母ちゃん、母ちゃん待ってくれ。母ちゃん。もう一つせ、ようって
ンド。最後はですね、ローテサンド。チョンガ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 でございます。万が一間違えたとも気になさらないでください。大丈夫でございますから。はい、では配信のご覧の皆様もどうぞテレビの前で、あるいは携帯の前で手を打ってください。あと4回無事に駆け抜けられますように、そして今日お越しのお客様、そして配信をご覧のお客様のますますのご発展を記念いたしまして、大騒ぎまうーちまよちょんちょん、もう一つせいちょんちょん、妹ちゃんとちょんがちょん、本日のグラジオ誠にありがとうございます終焉でございます。どちら様もお忘れ物はないようお気をつけくださいませ。